大変だ。近くの町が一つエデンの構成員に乗っ取られたみたいなんだ。町全体が突然氷に覆われて都市機能が麻痺しているらしい。町全体が氷に…やつ、テンジアンか。どうやらその町を侵攻のための活動拠点にしているようだね。氷は今も範囲を広げている。急がないと全てがエデンに支配されてしまうかも。テンジアンは豪華ホテルを基地にしているみたい。ジブリ、頼めるかな。もちろんだ。そのホテルに向かおう。路面が凍結してるから滑りやすくなってるよ。ふっ、いつドラゴンキジア慎重にね。わあ、ジブン、気をつけて。ふっ、ふっ、クラッシュボード。ふっ、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 ふっ。ここはドラゴンキジア国内外の著名人、権力者と御用達のホテルだ。滑り止めの？なんでそんなものが？よくわからないけれど、凍った路面は戦闘に不利だし、どうせなら使わせてもらおうよ。君ならダートを打ち込んで電流を流せば操作できるはずだ。これは助かるな。滑り止めの効果は一定時間に入れるから、中期クラッシュボード効果を持続させたかった。もう一回トップする必要があるよ。わあ！宇宙。これも奴のセブンスの影響か。ジブリ、そこを登っていった先、建物が一部破壊された痕跡がある。さっきの滑り止めといい、破壊の痕跡といい、もしかして。僕たち以外に誰か来ているってことか。ゲートモノリスを破ってホテル内に進むんだ。クラッシュボルト。この気配は。ジブイ、気をつけて、誰かいる。アキラ、お前もここに来ていたのか。それはこちらのセリフだ。ガンボルト、今日こそ息の根を止めてやる。スメラギでもエデンでもない君と戦う理由はない。視野の一部ミラーピースさえ返してくれれば僕はそれでいいんだ。よまいごと、以前言ったはずだ。貴様ら能力者は俺たち人類を脅かす怪獣、相入れないとな。全ての能力者は俺が駆逐する。能力者とそうでない人、滅ぶ共存の道だってあるはずだ。なぜその可能性を放棄するんだ。道中に散々目に焼き付けたはずだ。凍てついた都市をただ一人でこれをなす危険性、そんな連中と共存などできるはずがあるまい。貴様は銃を持った、いや腕から銃を生やした者と手を取り合えたというのか。それはおとなしい。アームドブルーアストラスフィア。
アキラ、ミラーピースを渡すんだ。あれは俺にとっても必要なものだ。渡すわけにはいかん。逃げられたか。やはり来たか、ガンボール。これは選別だ。やった。確実に力をつけてきている。さあ、シアンから奪った力で。さすが海大無双のアームドブルー。ここまで乗り込んでくるとは恐れ入ったよ。今回は邪魔は入らない。今度こそお前を倒す。そしてシアンの力は返してもらう。一網不抜、その執着僕の剣で断ち切ろう。剣の将来、前回と同じだとは思わないことだ。行くぞ。その力があれば無能力者の排除もたやすいというのに、君はなぜフェザーを抜け能力者に牙向くようなことをしているんだ。セブンスって関係ない。同じ人間だ。お前こそなぜ区別するんだ。僕の故郷
能力者は迫害の対象、無国の民、親に捨てられ、住む場所もなく、道を歩けば石を投げられ、やがて僕は空腹のあまり倒れ、その時は、お優しい未能力者の食べ物を割り、ならばどうして、その食べ物は毒が仕込んであった。まあ、九死一生、さすがに悟ったよ。クリジットブロッサン。違う、能力を持たない人全てが、そんな心ない人じゃない。僕は知っている、王家偏見を持たず接してくれる人。それこそ一部の人間じゃないか。僕は君ほど無能力者を信じることはできない。人は自分と違うものを受け入れることはできない。それはおとなしい戦争の歴史、ファンテーラー。ミッション完了。 GV、 僕は信じてるよ。セブンスを持たない人と持つ人全てが、いつか君と狼みたいに手を取り合って笑い合える日が来ることを。ありがとう、シャオ。何かあったんだね。これをエデンの連中が。これだけの規模のセブンス、他には考えられないよ。ゆっくり休んでいる暇もないか。了解、すぐに現場に向かうよ。 GV、 行くんですね。ああ、行ってくるよ、オーカ。一流を返せ、ゲスどもが。この声、この下からか。彼女はルセットに必要な駒だ。返すわけにはいかない。一流を駒だと、クズか。いえいえ、落ち着け、アスロック。あんたもスライ、うちのクルーがいるのやつで。心配すんな、お前の資質は手帳にもてなす。なぜならそれが Love and Peace。 これがエデンのタイトなマインド。何を言っているかわからんが、化け物の戯言が信じられるとでも思ったか。実力行使でミチルは返してもらう。なんだこいつは、悲しいんだ。引かせてもらうぞ。ミラーピースを渡すんだ、アキュラ。ふざつがい、もしあんたのピープスかい。仲間かと問いたいのか。答えはノーだ。だが
足止めにはなってもらうぞ、ガンボルト。あちら。だそうだぜ、ニュージャック。やつに代わってあんたがこのガウリをエスコートしてくれんのかい？僕だって彼の仲間というわけじゃないけど、お前たちの暴挙見過ごすわけにはいかない。ピンプな見かけでジギーなリリークかましてくれるぜ。12時までに時間をアンガー、どうやらあんたがアンガー。ド派手に果てな強引なダンスでゴーインダウン。ワナビーどもに味方くるる、お前の思想理解不能。リズムを刻む俺のライム、リズムで刻むお前のクライム。確かに僕には背負う罪がある。You are だけどお前に刻まれてやる筋合いはない。 Feel you ジブ、こいつの言ってることわかるか？上げてくぜ。なんとなく。時代は戦後、この世は自由。エレンが目指す俺らの天候。この世界を地獄にしているのお前たちだ。お前たち先民思想を天国か楽園なんか作れやしない。ワナビードムはエアヘルプダクダクナウサ口からヘルプ。世を脱げたくだらないパフォーマンスな一人でやっていろ。無関係な人々を巻き込み苦しむ。ポエトリースラーム。エルエデンは間違っている。お前は踊っているんじゃない。エデンの言葉に踊らされる哀れな道化だ。ほとばしれアームドブルー。道化の前に終わり告げる暗夜咲く雷鐘を打ち合わせ。何を言ってるのか僕にはさっぱりだったけど、 GV が勝ててよかった。アキラが追っていた能力者は反応なし。もうこの付近にはいないみたいだね。 GV 一度こっちに戻ってきてもらえるかな。知り合いから耳寄り情報が入ったんだ。了解、帰還する。ただいま、オーカ。はい、GV も、お帰りなさい。オーカがいるだけで、なんだか和むね。とても決戦前とは思えないな。決戦前？シャオ、耳寄り情報って言っていたけど。実は、調査の結果ついに分かったんだ。エデンの本拠地が。なんだって？場所はタシケント。そこにエデンの本拠地ベラデンと呼ばれる要塞がある。何を企んでいるのか。エデンは今全ての光線をベラデンへ引き上げているようなんだ。その帰還経路と時間を稼ぐため交通機関を占拠していたようだね。残りのミラーピースを持った能力者も
きっとベラダに集まっているはずだよ。遠いな。そんなところまでどうやって？現地まで僕の知り合いに送ってもらえるよう準備してもらってる。それで急ではあるんだけど、今から出発してもらえないかな。奴らが何か企んでる以上、一刻も早くこっちも行動しなきゃならない。いつもせかして GV には本当に申し訳ないけど。構わないよ。僕だってシアンを早く元の姿に戻してあげたいからね。 GV ありがとう。シアンさんたら、先ほどからお礼を言ってばっかりですね。何よ、いいじゃない。別にオーカは GV の無事でも祈ってて。はい、私は何もしてあげられませんが、この家でお二人の無事を祈っています。シアンさん、どうか GV を守ってあげてください。任せて、それが私の願いだもん。進もう GV、 あなたが望む道をまっすぐに。ああ、また行ってくるよ、オーカ。GV、 シアンさん、どうかご無事で。